マイク・ゴールドはユダヤ系アメリカ人作家イツック・アイザック・グラニックのペンネームである。ゴールドは生涯にわたって社会主義者であり作家であるとともに文芸評論家であった。彼の半自助伝、金のないユダヤ人はベストセラーとなった。1930年代から1940年代にかけてゴールドはアメリカ合衆国の卓越したプロレタリア文学の 著者であり、編集者であるとみなされていた。ゴールドは、1894年4月12日に、イツック・アイザック・グラニックとして、ニューヨーク市のローアー・イースト・サイドにおいて、ルーマニア系ユダヤ人、ユダヤ人の移民の両親の間に生まれた。彼には、二人の兄弟がいた。マイク・ゴールドは、アーウィン・グラニック名義で、最初の著作を出版した。彼は、 1919年から1920年にかけての急進的なパーマーレードの時期にマイク・ゴールドという偽名を繰り返し使った。これは南北戦争におけるユダヤ人の老兵にちなんだ名前であり、コールドは奴隷解放のために戦った、この老兵を尊敬していた。ゴールドはドロシーデ d と行動を共にしたことがある。フロイド・デルト・マックス・イーストマンによって編集されていた。 社会主義者の雑誌、ザマセズは、ゴールドの最初の著作を1914年8月に出版した。そのスリー・フーズ・ヘイト・レッド・キルド・ゼムは、無政府主義者が、歴史に遁外爆弾事件において、自らの爆弾によって殺されたことについての、ポエムである。ゴールドは、彼らの純粋な意図を称えた。彼は死ぬまで、1917年の10月革命と、 ソビエト連邦のすべてについて熱心な支持者であった。1921年から1922年にかけてゴールドとクラウデ・マッケイはマックス・イーストマンの雑誌ザ・リベレーターの編集責任者になった。1922年、ゴールドはロシアの10月革命はユダヤ人よりも良い世界を残す。彼らは無数の最終的勝利によってより良い世界を残すで、 あろう。貧しい者も,も次の世代においては、パンや、平和や文化を持ち、ユダヤ人の遺産である教会はなく、横たわっている、寄生虫だらけの犬の群れもいないであろうと書いた。1925年、ゴールドは、モスクワを訪れた。1926年、彼はザ、ザニューマセズ氏の創刊編集者であった。同志は、左翼の作品を出版し、求心的な劇団も立ち上げた。 ゴールドは1928年から1934年にかけて編集責任者を務めた。ザ・リベレーターとザ・ニューマセズの両師において彼は怪しい執事を持つ文芸的な左翼による作品よりも普通の労働者による手紙、ポエムやフィクションを出版することを好んだ。彼がザ・ニューマセズ氏に書いた記事の中で広く注目されたのはガートルード・スタイン。 文学的には間抜けであった。ここでは彼は彼女の作品は保護施設内の区画にいる変質教患者がわけのわからないことを言っているようなもの。ガートル・ド・スタインの文学的な間抜けさは資本主義者のシステム全体の狂気を反映しているものである。これはブルジョア社会の壁について広くどこにでも書かれている破滅の兆候であると非難した。 プロラテリアン・リアリズムにおいて、ゴールドはマルセル・プルーストについて最悪の例であるとともに、我々が最も望まないものは壮観なプルースト、ブルジョア文学のうぬぼれのゴンであると述べた。彼はピューリッツァ賞受賞者、ソー・ントン・ワイルダーについても同様に辛辣な言葉で攻撃した。ゴールドは1920年代を通じて彼の小説、 金のないユダヤ人の執筆作業を行った。これは貧しいローアーイースとサイドの世界において成長することについてフィクション化された自助伝を描いたものである。世界教皇が始まった直後の1930年に出版され、すぐに成功し、最初の数年に多くの増刷を重ね、14カ国語以上に翻訳された。本書は、 アメリカのプロレタリア文学のプロトタイプとなった。本書の彼の著者中期においてゴールドは私は本書でニューヨークのとあるゲットにおけるユダヤ人の貧困の物語を伝えた。同様のお話は世界中にある百の他のゲットのものでもあり得る。数世紀にわたってユダヤ人はこのユニバーサルなゲットで暮らしてきたと書いている。金のないユダヤ人の人気はゴールドを アメリカ共産党の全国的な象徴かつ文化的な人民委員にした。彼は死ぬまでその機関誌、デイリー・ワーカーの連載コラムニストであった。ゴールド自身はその小説からの次の引用を繰り返すことを楽しんだ。王、労働者の革命。あなたは真の救世主。批評家としてゴールドはアメリカ共産党の路線を逸脱したと彼が考えた。 左翼の著者を激しく非難した。これらの中で彼が非難したのはアルバート・マルツと裏切り者、アーネスト・ヘミングウェイであった。これに対してヘミングウェイはマイク・ゴールドのところに行って伝えろ。アーネスト・ヘミングウェイはゴー・ファック、ヒムセルフと言っていると都会した。ゴールドは1967年5月14日、新疾患を含む複合疾患でカリフォルニア州テラリンダにおいて亡くなった。 彼は73歳であった。ゴールドの論文はニューヨーク市のニューヨーク大学にあるタミメント図書館及びロバート・カイ・ワーグナーアーカイブスに保管されている。彼の死後、アディス・ニールは彼の肖像を描いた。ありがとうございます。